用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。マイネルチケット好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。マイネルチケット前へ行きます。マイネルチケット先手を取りました。この集団にアルレディーノ、外を通って大聖カレント、隣にはシンフォーエバー、ここにフードマン、大きく離れましたアルテベローチェ、その隣に西ノルアノーバ。各馬が雨を蹴散らして進んでいきます。もう一度先頭から見ていきましょう。依然として先頭は4番マイネルチケット、リードは1馬身から2馬身、間が空いて大聖カレント。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてマイネルチケット、2番手はフードマン。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。マイネルチケット先頭です。外からフードマン先頭、大聖カレント、手応えは悪くない。先頭に立つのはフードマン、残り 200m を通過してフードマン完全に独走。2番手は大聖カレント、先頭はフードマン、1着でゴール、2着にはどうやら大聖カレント、フードマン、見事このレースを制しました。